令和5年北陸3県統一夏の交通安全県民運動は7月11日火曜日から20日木曜日までの10日間の日程で行われます。今回の運動は爽やかに夏を走ろう北陸寺をスローガンに4つの活動重点が示されています。重点の1つ目は子どもと高齢者の交通事故防止です。子どもや高齢者のそばを通るときは思いやりの気持ちを持って徐行し、子どもや高齢者を交通事故から守りましょう。また歩行者の方も交通ルールを守りましょう。重点の2つ目は運転者の安全運転意識の向上です。横断歩道の見落としを防ぐための進路の安全確認、横断歩道手前における減速や横断歩行者がいる場合の一時停止等といった運転者の義務を徹底しましょう。重点の3つ目は飲酒・暴走運転等の根絶です。飲酒運転は重大な事故につながる大変危険な行為です。少量のアルコールでもブレーキ操作やハンドル操作が遅れる、反応が鈍くなるなど重大な事故を起こす原因になります。事故を起こしてからでは取り返しがつきません。絶対に飲酒運転はやめましょう。思いやり譲り合いの気持ちを持った運転を心がけ、妨害運転等の悪質危険な運転はやめましょう。重点の4つ目は自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。令和5年4月から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車は道路交通法上の軽車両で車の仲間です。ヘルメットの着用の他にも車と同じように運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。令和4年11月に改定された自転車安全利用5則はご存知ですか？自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。それぞれの家庭、地域、職場、学校などにおいて積極的に夏の交通安全県民運動にご協力いただきますようお願いいたします。次に射水市生活安全課からのお知らせです。射水市交通安全対策協議会では高齢者の交通安全を題材としたシルバー交通安全川柳を募集しています。これは高齢者が当事者となる交通事故の件数が高水準で推移している現状を踏まえ、高齢者の交通安全を題材とした川柳の募集を通じて交通安全意識の向上を図り、交通事故防止に資することを目的に実施しています。募集期間は6月15日から8月31日まで。応募資格は射水市在住の65歳以上の方です。応募方法は地区センターやコミュニティセンターなどに置いてある応募用紙に必要事項を記入し、射水市役所の生活安全課へご提出ください。また射水市のホームページからも応募用紙をダウンロードできます。入賞者は10月14日土曜日に開催される射水市交通安全市民大会にて表彰いたします。皆様からの多数の応募をお待ちしています。次に高齢者運転免許自主返納支援事業についてお知らせします。射水市では高齢運転者による交通事故を減らすことと公共交通機関の利用促進を図ることを目的として、コミュニティバスの無料乗車証の交付などの支援事業を実施しています。免許証を自主返納される方の生活環境や地域性を考え、4つの支援策から1つを選択できるようになっています。1つ目は5年間有効のコミュニティバスおよびデマンドタクシーの無料乗車証の交付。2つ目は2万円相当の万葉線回数券の交付。3つ目は2万円相当の下越のバス回数券の交付。4つ目は
2万円相当の富山地方鉄道 IC カードの交付です。免許証を返納される方はこれらの4つの支援策の中から1つ選択してもらうことになります。次にこの運転免許自主返納支援事業の手続きについてお話しします。最初に射水警察署か運転免許センターで有効期間内の運転免許証を返納し、運転免許取り消し通知書を受け取ってください。その後返納から1年以内に運転免許取り消し通知書と顔写真を持って射水市役所2階の生活安全課で申請を行ってください。コミュニティバスの無料乗車証は申請された当日に交付できますが、その他の回数券などはおよそ3週間以内にご自宅へ郵送されます。ご不明な点がありましたら射水市役所生活安全課までお問い合わせください。周りの人から運転を控えるよう言われたり、ご自身の運転に不安を感じたりした時には運転免許の自主返納をご検討ください。